まずはマントルを取り付けます。これは普通に特に難しいものではありませんね。普通に結ぶだけです。この奥の方までですね、かなりこう入れてくださいね。そうしないとスポッと抜けてしまいます。で、これで絞っていって、固くしていきますね。だいぶ固くなりました。これあんまり紐引っ張りすぎますと切れてしまいますので、ご注意を。で、これで結んでしまいます。こんな感じですね。こんな感じで結んでしまいます。で、よく奥にこう入ってるかどうか確認されてください。で、最終的にこの紐はですね、短めにこの辺でですね、この辺で切ってください。この辺で切ってくださいね。ハサミで切れます。で、この後マントルをこれから焼きするわけですが、これはセラミックノズルをですね、分かりやすいように外した状況ですので、もう今ここではから焼きしませんが、から焼きするときはこれをですね、丸くこう広げてですね、なるべく丸く広げて、こう、UFO みたいなこう円盤状にしてやってから焼きするというのがポイントですね。こういうふうに丸くしてやるわけですね、なるべく。で、なぜこういうふうに丸くしてやるかと言いますと、この辺にシワが寄ってますと、そのシワの部分からこれ破れてしまうんですね。から焼きした時に引っ張られてですね。ですから、なるべくシワがないようにこれ丸くしてやるということです。とはいっても、布ですからね、完全にこう丸く全くシワにならないということはありませんので、多少のシワは構いませんが、大きくシワにならない方がいいでしょうね。で、これで本といったらですね、こういう着火マン等で、これですね、着火マンなんかでから焼きするわけです。で、から焼きする時のポイントとしては、着火マンの火を何箇所かにつけるということですね。1箇所だけ、ここだけつけるというだけでなくて、3箇所か4箇所ですね、いろいろなところに火をつけていくと、点火していってから焼きしていきます。そうするとうまくですね、から焼きができて、から焼きの途中でマントルが破けたりしません。これ1箇所だけですね、集中的にこう、こんな感じで1箇所だけ集中的にそこに火をつけますとですね、これを火をつけますと、どうしてもですね、底の部分だけが急激に焼けていくので、引っ張られてですね、穴が開いてしまう時があるんですね。で、それを防止するためには何箇所かにこう点火していくと、そうすると同時にいろいろなところが焼けていくので、引っ張られないでから焼きがうまく丸く焼けるということです。から焼きができるということですね。マントルが丸くなります。で、これでから焼きができたとします。あとは当然点灯という形になるわけですが、これがあれですね、ケロシンランタンの本体ですね。これがもうから焼けたマントルですね。この真ん中にあるものがから焼けたマントルです。
これが焼けたものですね。これが焼けたものです。で、から焼けたということにしまして、点灯を始めましょう。まずはですね、燃料から入れていきましょうか。これ燃料を入れとく、ここです。これかなり火種が硬いんですね。これをまた固く締めとかないと圧縮漏れを起こす原因になりますのでですね。燃料はこういったものがランタンに付属されてますので、こういったもので入れます。これはもうかなり入ってますので、もうあんまり入りません。だから、まあこういうふうに入れるという感じでやるだけです。こんな感じで入れるわけですね。これはもちろん灯油です。こういう道具というか、上具はマントルについておりますので、ご心配なく。そうですね、こんな感じで入れるわけですね。ちなみに入れる量はですね、大体どのランタンも 700cc 前後がいいですね。最大まで入れると1リッターほど入るんですが、あまり入れすぎますとですね、炎が大きくなってですね、明るくもならないのに燃料ばっかり消費するということになりますので、まあ7分目ぐらいがいいと思います。 700cc ぐらいですね。ですから減ったなと思ったら 500cc のペットボトルに灯油を入れて、それを1本入れるとちょうど 700cc ぐらいになると思うんですよね。ですからそれぐらいがいいと思います。あんまり満タンのほんと口のギリギリのところまで入れるのは燃料の無駄になりますね。炎が出てばっかりいて全然明るくならないっていうような、まあ全然明るくならないというか、それ以上はもう明るくならないわけですね。で、燃料を入れました。燃料を入れましたので、今度はこれは燃料蓋を閉めていきます。十分に固く閉まっていることをですね、確認します。で、この燃料蓋というのはご覧の通り、これ圧力計にもなってるんですね。アナログですね。でもこの機械感がいいですね。この真ん中にあるのは基準点です。つまりこれ以上圧力を上げとけっていうことですね。これ以上上げとけばいいわけですね。さて、では点灯してみましょうか。まずはですね、今これ、バルブですが、これが今開いた状態になっています。矢印がこれ下になってるんですね。矢印が下になってます。これを上にします。矢印が上になりました。つまりこれで「へい」になりました。閉まりました。で、これで準備が整いましたと思ったら、整ってないんですね。まだこれも、あれですね、圧力を抜くための、ここネジがあるんですが、これを締めなければなりません。そうしないと圧力が全部逃げてしまいます。これですね。この圧力を逃がしてあげるネジを締めてあげなきゃなげ。締めてあげるわけですね。で、これから点灯です。これで完全に準備が整いました。で、圧縮を始めます。
圧縮機ですね、これが。圧縮機です。これを、そうですね、とりあえず数字が、これは4まで振ってあるんですが、1ぐらいまで上げてあげます。はい、これで1まで上がりました。今2、30回ぐらい押しましたかね。そんなもんでいいでしょう。で、基本的にはですね、これアルコールで燃焼させてやるといいということなんですがね。まあ、これの場合はですね、このシアン化系のランタンとかペトロマックス系のランタンの場合は、このバーナーがついてますのでですね、バーナーで火をつけることもできるんですが、まあ、アルコールで点灯する方が一応基本ではありますね。ではアルコールをじゃあ入れましょうか。これ燃料用アルコールです。燃料用アルコールで薬屋さんで2、300円で売ってるものです。まあ、工業用アルコールとも言います。薬屋さんとかドラッグストアで売ってますね。500ミリリットルで2、300円です。で、これをこの注ぎ器に入れましたと。で、これをアルコールカップというのが、勾玉みたいな形の金色の部分がありますけど、あの中に注ぎ込みます。まあ、お皿ですね。アルコールを入れる。こんな感じですね、今。これがアルコール入れ器ですね。で、これ今入れてます。アルコールドドドドドドッと入れました。満タンになりました。この勾玉みたいなお皿に今アルコールが満タンになってます。では、ここに着火口がありますので、着火マンを入れます。はい、アルコールに火がつきました。これが余熱という作業になります。そろそろ点火しましょうか。このバルブを上から下に、矢印を上から下にします。はい、点灯しました。で、今圧力計が1のところになりますので、それをまず2ぐらいまで上げます。これ2に上げました。まだ安定してません。安定してくると白く輝くようになってきます。少し明るさが増してきて安定してきますね。もう少し加圧を加えます。2.5ですね。圧力計のゲージで。もうすぐ3です。
これで3になりました。大体この辺でとどめておくのがいいんじゃないですかね。これで3になりました。まだちょっと火が安定してませんからね、もう少し明るくなるんですけどね、もう少しあの明るくなると白くなってきますね、マントルが。ちょっと斜めにしてマントルをお見せしましょうか。こんな感じですね。今のマントルの状態はこんな感じです。こんな感じですね。4ぐらいまでどうなるんですかね。最高のようになってます。かなり明るいですね。これが最高のようになってますね。もう少し明るくなりますけどね、安定してくるともっと白くなってきますね、色が。点火するとこんな状況になります。それでは今度は火を消していきます。まず圧力を抜きます。これですね、圧力バルブを。これで消えました。で、十分に冷えてからバルブを閉にします。これ10分ぐらい経ってからのがいいですね。これをまだ熱いうちにバルブを閉じてしまいますと圧力がまだ中に残っておりますので、ランタンの寿命が著しく縮みます。ですから10分ぐらい経ってから閉にするということになりますね。以上です。